5類への移行に伴い、新型コロナ対策をめぐる行政の中枢を担った県の対策本部もその役目を終えます。最前線で陣頭指揮を取った県保健医療部の糸数徹部長と、患者の入院調整に力を尽くした佐々木秀明医師のインタビューを交えながら、医療崩壊の危機を乗り越えた3年間を振り返ります。中田記者のリポートです。2020年2月14日、県内で初めて新型コロナウイルスの感染者が確認されました。那覇に寄港したクルーズ船の乗客を乗せたタクシーの運転手でした。新型コロナの封じ込め、緊急事態宣言をはじめ、さまざまな対策が講じられてきましたが、沖縄はこの3年余り、感染の波が次々押し寄せ、全国最悪の感染状況も経験してきました。本来であれば病院で治療するのが望ましいという方の中でも、少し在宅で見ざるを得ないという状況となっております。当時は統括官として県内の感染状況や分析結果を毎日報告してきたのが県保健医療部の糸数徹部長です。常に全国の一番最近に流行って、どうしたらいいんだというのを国にもなかなか聞けない中で、現場の先生方の声とか、あるいは専門家の意見を踏まえて、行政としてどういう対応ができるかということで、常に、取り組んできたという。未知のウイルスに対し得られた知見をもとに対策を講じる中で、感染力が高まる変異ウイルスの猛威を目の当たりにしてきました。毎日ブリーフィングをしている中で、ブリーフィングの途中に重症者を収容できるベッドがもう全て埋まったと、非常に切羽詰まった形で、ブリーフィングでそのことを言ったというのが今一番印象に残っています。やっぱり多分現場の先生たちもあの時の夏が一番きつかったというふうに言う方が多いと思うんですけども。県庁4階の講堂です。新型コロナの対策本部が設置されてからおよそ3年、県の職員や医療従事者が昼夜を問わず対応に当たってきました。もともとは会議や表彰式などに使用されてきた講堂にテーブルやモニターなどを持ち込み、災害対応さながらの姿になりました。最もきつい夏とされるのが変異ウイルスデルタ株が流行した2021年の第5波。急激に増加する重症患者に対し、病床が圧倒的に不足し、医療崩壊に直面しました。もう病院がどんなに努力してももう限界があるし、もう重症の患者さんがもう病院の中に本当たくさんいるんで、新規の人を入れるところがもうとても難しくなっています。対策本部で入院調整などを担ってきた医療コーディネーターの佐々木秀明医師です。患者の受け入れ先を探しながら、最後をどのように迎えるか家族に確認する重い仕事も行ってきました。例えばおじいちゃんおばあちゃん、何かそういう最後の時にどうしたいとか、きちんとした重症者対応、そういったものを求めるかどうか、そういったのを全く面識のない人に毎日電話で聞くわけですよね。希望に沿う形の看取り方ができなくなってしまっていたというのはとても辛いところでした。県の対策本部で医師を中心に独自で構築してきたシステムがあります。離島を含め県全体の入院状況などが一目でわかるオーキャスです。第5波の際は空いた病床数がゼロで画面は真っ赤でした。入院調整は困難を極めましたが、情報をリアルタイムで共有していた医療現場の底力を目の当たりにすることになります。この数を隠したりとかそんなこともなく、今あそこの病院が大変だからもうちょっとうちも頑張ろうかとかっていう、その病院同士のコミュニケーションにもつながって、でそれはとても大きな
この、原動力になったかなと思っています。入院待機ステーションや広域ワクチン接種センターの設置などさまざまな取り組みに全庁体制で当たってきました。オミクロン株に置き換わった第7波では1日あたり6000人を超える新規感染者が確認され4万人余りが自宅で療養する中一人一人に毎日健康チェックを行うなど膨大な業務に当たってきた県の職員はこの3年余りで延べ800人に上りました。幾多の感染の波を乗り越えてきた対策本部の機能はその役割を終えます。亡くなったり負担がかかるのはやっぱ高齢の人とかもともと基礎疾患があってワクチン受けられなかった方とかそういったあの人たちについてはやはりきちんと感染対策してあげないと、守れないんじゃないかなって。社会にとってあなたの感染対策は必要なんですよっていうのをぜひ県民に伝えていただきたいと思います。糸数部長はおよそ3年の間培ってきた対策は次の感染症が来た時にも確実に生かされると強調した上で次のように述べました。5類という、法律上の位置づけは変わったんですけれども、感染力強いのは間違いなく変わらないと思いますし、かかって重症化する人がいるというのも確かではあります。ご自分の健康感染防止対策とそれから、そういう周りに広がらないかというところをまた気に留めてもらわないといけないかと思っています。